はい、じゃあまずは試合お疲れ様でした。そうです。後半1対1、同点に追いついてアウェーで引き分け、まあ、勝ち点1獲得したという試合になったと思うんですけども、はい、試合全体通して、どんな風な感想でしょうか。そうですね、まあ、試合全体的には、まあ、特に後半っていうのはすごい自分たちの時間が多くて、うん、まあ、自分たちがやりたいサッカーっていうかっていうのは体現できて、まあ、ゴールに迫ることができたゲームだったと思うので、まあ、本当によく言えば勝ち点3を取り切って帰りたかったっていう試合です、うん、なるほど。まあ、前半こうベンチで試合を見ながらこうどんなことを考えてましたか。そうですね、でも前半は長さんも結構アグレッシブに前からハイプレス来てて、まあ、なかなかうまく自分たちでボールがつなげずに、うん、まあ、やりたいサッカーがあまりできなかったっていうところの中で、まあ、失点してしまってからずるずるいってしまったかなっていう感覚があったんで、うん、まあ、外から見ていて、まあ、僕が入ればどこでボールを受けて、うん、どういうふうに展開してっていうのをイメージしながら、ゲームを見ることができたんで、うん、まあ、それをうまく後半は体現できて、もう追いつけたまでは分かったんですけど、やっぱり自分自身の精度のところとかラストパスのところの精度だったりっていうのがまだまだ足りない部分があったので、もう事実の課題にずっとしていきたいなと思います。まあ、徳永選手ご自身としてもその合流から少しこう時間が経ってきたこともあって、はい、コンディションもすごくこう上がってきてるのかなって感じに見えるんですけども、はい、どうですか、今日なんかプレーしていても非常にこうまさに今おっしゃったように、あの相手のギャップのところで受けて前向いてこう推進力出していくみたいなプレー多かったと思うんですけど、はい、そうですね、まあ、加入してから、まあ、コンディションと、まあ、コミュニケーションの部分を含めて、まあ、すごい、まあ、体も馴染んできたっていう部分もあって、まあ、そこのスペースで受けてターンして前にプレーするっていうのは自分の特徴だと思うので、うん、まあ、それをもっともっと出していけれたらなと思います。こう中盤でそのまさに縦パスであったりこう斜めのボールを受けるときにこううまく相手の、はい、なんていうんですかね、視野から一回消えて受けたりとか、はい、そういうところかなりこう工夫をいろいろされてるなっていうふうに見えるんですけど、はい、ああいったところはなんかどういった部分をこう意識してますか。いや、そうですね、まあ、僕の今までのその経験と、うん、まあ、やってきたところとプラス、まあ、今年からまあ監督、須田監督からすごいポジショニングの ところも細かく結構、言われてるので、まあ、そこをもう意識しながらまた新しい自分ができてきてるんじゃないかなというふうに思います。なるほど。これでリーグ戦2勝1分け、まあ、勝ち点7、未だ負けなしということで、はい、まあ、非常に今日もアウェーで貴重な勝ち点1だったと思うんですけども、はい、また次節、またホームに戻りますが、はい、その次節に向けての抱負を聞かせてください。そうですね、まあ、今日の後半戦のゲームを、まあ、まあ前半立ち上がり1分からできるように、まあ、チーム通してやっていくということと、本当に勝ち点1で終わるんじゃなくて、勝ち点3を取っていかないと、まあ、昇格争いには食い込んでいけないと思うので、うん、次ホームで勝ち点3取れるようにまたチーム全員でやっていきたいと思います。はい、すいません、試合後のお疲れのところ、はい、ありがとうございます。次も頑張ってください。ありがとうございます。